久しぶりに来てしまったのってありがとうございます。待ってました。あ、リカとレインボーの星ありがとうございます。じゃじゃん、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。リップいい色って、そう、あの今日から、あの昨日ヘイちゃんにもらったあのシャネルのグロスも塗りました。そう、前までずっとエチュードハウスっていうエチュードハウスさんのあのリップを塗ってたんですけど、やっぱり字がうまいよって、ありがとうございます、嬉しい。ここここここ、何言うかな、ごまん、ありがとうございます。あの皆さんぜひ、あの 今イベントでやってるチュロスとか、あの無料のやつあったらぜひ投げてください。そしたらモーター嬉しいです、よろしくお願いします。チキン南蛮の油じゃないの、ちゃうわ。ちゃうわ。さっき大富豪大使ありがとうね、普通以外の初めてね、そう、普通の時間以外は初めてでめっちゃ嬉しかったね。はぁ、ジェットコースターが飛んだ。そう、さっきあのちょっと1回2回大富豪をやったんですけど、そしたら偶然何もお知らせしてないのにモモのファンの方と会えてとっても嬉しかったです、ありがとうございます。ポップコーンありがとうございます、ポップコーンたくさんありがとうございます。ヒューモモが乗れないジェットコースター、ありがとうございます。めっちゃガーリーな服着てるね、珍しくない、気のせいか。そう、それは可愛いってこと、変ってこと。まだ達成されてなかったか。なんかめちゃくちゃ丁寧な気づく言葉遣い。昨日は夜配信ないと思ってアスナル金山を見に行って焦りました。アスナルの金山のアスナル金山を見に行ったって聞いたから、スタさんのツイッターで上がってる写真を見たら、あの一番前にいてびっくりしました。公演のネタで一日中思ったの話を、いやー、それはいいこと。ラリーガーランド、ありがとうございます。ポップコーン、ありがとうございます。チョロス、ありがとうございます。イズリンさんからもらったお洋服はどんな感じ。なんか革っていうか、あ、なんか黒いスカートなんだけど、なんかちょっとここにチェーンがついてて、今時風スカートみたいな感じ、とってもお気に入りです。ポップコーンありがとうございます。はい、チーズ、ありがとうございます。声が変わったぞって。ポップコーンありがとうございます、それはクソって。俺もびっくりしました。だってめっちゃ目の前でさ、なんかさ、ポーズしてるんだもん、一応前に。コココココン、ふりげんかなおこわん、ありがとうございます。さすが名探偵、どうも。ユニット特別公演の申し込みが始まったね。そう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 、モータンの観察力にびっくりしました、いやー。そう、ユニット公演、え、もう日にちも発表されたの、これって日にちも発表されてるやつ、それとも発表されてない感じ。ポップコーン、ありがとうございます。作成されてますか。11月26日に、あの、私たちは鎌田さんのチームです。ユニット公演初日です。ユニット公演の初日がもう私のチームです。ぜひ皆さん
聞いてください。待ってます。さあ、多分ね、申し込みが始まるらしいので、ぜひ申し込んでください。みんなに入ってほしいです。あんなユニットや、こんなユニットや、こんなユニットもやるので。どういう系ですか。それはないっしょ。ユニットなんですか。あー、すごいシンプルに聞いてきたけど教えれないね。セットリスト決まりましたか。はい。クマさんの中にポップコーンが入ってるやつ、ありがとうございます。調査ありがとうございます。顔でユニット表現して、もうすぐ顔に出ちゃうからやめたく。最高、ありがとうございます。あんなユニット、そうそう、あんなユニットや、あんなこんなユニットや、あとこんなユニットや、こんなユニット、はい。あの、最近はね、公演でユニット曲ができてないので、ユニットやれることはね、コンサートぐらいでしかないので、楽しみです。ぜひ皆さん見てください。ポップコーンありがとうございます。言いたいだけ、言い方だけやん。その前にちここさんの生誕祭がある。そうだね、ポップコーンありがとうございます。誰とやるの。それはないっしょ。もうね、早く言いたくてたまりませんが、ぜひ皆さん見に来てください。当日までわかりません。視聴者ありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。多分ママが今の限りで言えるのは、多分どの曲もみんなが喜んでくれると思います。それだけです。楽しみにしててください。ポップコーンありがとうございます。モータの万華鏡が見たいって、どうかな。ポップコーンありがとうございます。コン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 、フリケイコのコーン、ありがとうございます。ポロッと言わないかな、言わないよ。クマさんがポップコーン入れてるやつ、ありがとうございます。誰とやるの、誰かな。エッチなやつか。うん。うんとか言っちゃった、それは正直に。うん。ふう、ジェットコースター、ありがとうございます。はい。ぜひ待っててください。コウさんのリール可愛くて飽きましたって。ファイターそう、先ほどというか、ちょっと前かな、ちょっと前にあのインスタのリールを上げたので、ぜひ見てください。クマさんのパジャマで撮りました。そうですね。お猿さんだと思いましたって、あれお猿さんじゃないんだけど。あれクマさんなんだけど。ねえねえねえ、猫ちゃんとか書いてあった方もいるけど、あれクマさんなんだけど。はい、チーズ。ありがとうございます。はい、チーズのギフトありがとうございます。動物園に猫ちゃんが混じってました。だからあれクマさんなんだけど。ねえねえねえ、猫ちゃんじゃないんだけど。はい、チーズ。はい、チーズありがとうございます。キモいよってね、キモいとか言わないで。困った時のハイチーズっていうギフトがちょうどいいタイミングに飛んでくるの。ね、ハイチーズ、ハイチーズ、ハイチーズ、たくさんありがとうございます。なのでインスタのリールまだ見てない方はぜひ見てください。クマさんのアメありがとうございます。変なコメント読まれるな。パンダの癖が強いよって。こういうやつでしょ。はい、チーズありがとうございます。
集がうまくなってるね。あれはね、今日のリールは編集じゃなくて、あの一回撮って止めて一回撮って止めてってしてるだけだよ。はい。インスタ、え、インスタ何個目だろうね。インスタっていうかリール。なんかさ、インスタさ、前まで写真載せてたんですけど、もう最近なんか動画用のインスタみたいになっちゃってるよね。写真全然載せてなさすぎる問題。ね、リールハイペースすぎだった。だってハマっちゃったねもん。今見たけど丸いしタヌキだよね。違うってクマさんだって。会社で見ようとすると音が大きいから焦るだって。汗や汗。最近リールしか上げなくて草生やすな。もう確かたんありがとうございます。もうリール職人やんす。嬉しいでやんす。ありがとうでやんす。インスタ見てくるフォローするね。ありがとうございます。リール見てるよ。リール楽しいから。こちらこそありがとうございます。どれぐらい時間かかるのリール。え、でももうそのリールによって全然違う。もう本当にちょっと踊るだけなのに、そうちょっと踊るだけなのになんかタイミングが合わなかったりとか、そうあのデコに顔がかぶったりとか、もう本当にかかるやつは1時間30分とかかかるやつもあるし、今日のやつは15分ぐらいで撮れたし、本当にもう1回30秒1分もかからずに撮れる時もあるし。あ、馬が飛んでる。メリーゴーランドありがとうございます。そうで、リールとかあのご飯食べてる時とかに撮る時もあるし、全然ね、そのリールによって違いますね。はい、ありがとうございます。でも長いやつは本当に1時間ぐらいかかっちゃうかな。完全にプロやん。だってジャキーン結構かかるんですね。そうそうそう、分身してるやつあったよね。そうそういうやつなんですよ。あれ分身してるやつで撮るとなった。そう、毎日撮ってるんだ。 Yes I do。モータンは配信リールブログなど忙しそうだけど自分の時間ありますか。ありますよ。気軽ありますよ。毎日楽しく生きてます。ありがとうございますが心配。ねえ、忙しいですかっていうか、別に配信楽しいから。俺は1年前にモータンのネタでリール載せました。おお、なんでリールっていうの。リール、うん、ヘイシリーで調べていただくと。え、なんでリールって言うんだろうね。もうわからない。ハチズたくさんありがとうございます。もうちょっとリールっていう由来がわからないかも。じゃあインスタってなんでインスタっていうの。つられちゃいそうです。くる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 、ハートありがとうございます。軽いな。ママペコリンちゃん、ハートありがとうございます。軽いな軽いなばっかり。チェロさんありがとうございます。休めるときに休んでるって、ありがとう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 。はい、チーズありがとうございます。ハートありがとうございます。初見さん、SK ホテルとチーム S の15歳の平野オーナーです。来てくれてありがとうございます。オーナーちゃん久しぶり。オーナーちゃんだよ。モータンって呼んでね。考え、教えて名探偵。15歳の名探偵だと、わからないこともある。奈良の中3の〇〇です。あ、危な、名前呼んじゃいそうだった。ごめんね、今名前呼べない期間です。前までコメントしてたけど赤消えたって。同じ年、イエーイ。これか
からも見てね。はい、チーズありがとうございます。釣り師ですか。いやでももう本当に釣りしたことないんだよね。本当の魚釣りとかねしてみたい。はい、チーズありがとうございます。ポップコーンお花ありがとうございます。はにゃ、もうテラップ出た。もう多分コメント全然追いつけてない。二人とも丸いと言った。パパも丸い。パパはね顔全然丸くない。気持ちは15歳です。おうおうおう、もうね気持ちいい12歳ぐらい。多分ねスキーに入った年齢と止まってる受験終わったら会いに行くなって待ってます。お互い頑張ろうねゲーセンでやってたじゃん。あれは本物じゃないじゃん。そろそろ名前呼んでも大丈夫じゃないって。ダメなんですよね、あのルール破ってバンされても嫌だし、ちゃんとルールは守ります。ルールは守れて学校で習いましたね、モーターはもっと頑張った方がうるさいなねえ、メール汚ねえが、メールの汚ねえが汚ねえかと思ってびっくりしました。やめて違う、ちゃうちゃう。今ユニット公演申し込みました。よくよく実モーターの濃密なお話し会が楽しみ。お楽しみにしてます。もう待ってますそれワイも思いました。あれあれはビビって、あら切ったねってこと。あ、切ったは漢字でだって、すいません漢字を切った方だよ、ごめんね。うわ汚いの方じゃない。それではテロップを出すのが4分遅れました。じゃーん、お話し会友達と行こうかな。待ってるね使いますか。汚いって言葉なんて使わないよ。漢字の方も切ったね、髪切ったねの方でチロさんありがとうございます。じゃん、909日ありがとうございます。フライドチキン持ってるの、しゃもじ持ってんの、もうツッコミって。卓球ですか、卓球しゃもじそうツッコミがすごいレンゲ持ってるの、昔懐かしいバドミントン、髪がない、バスケボール、バレーボールやる、ラケットがない、卓球並みに小さい、お玉、バドミントン、レンキュー、そうツッコミがすごい丁寧にスッて書いてあるんですけどはい、ネット高いってなーって書けなかったんだもん。じゃん、今日は体育の授業で朝1時間目からテニスをしました。テニスですホームラン打った、マイクちゃうて、テニスのラケット。しゃもじと言われたらしゃもじしか見えんだって、やめてよマイク持ち込んでますか。持ち込んでない。ちなみにこれはティンカーベルじゃなくてベルすいませんすいませんでした。え、これなんかベルだっけ、リースベルか、何もごめん。鈴？なんか違うよね。ベル？うん。じゃあいいよ。ベルか。ハンドベル。それだ。ハンドベルだ。だからもうティンカーベルって言ったんだ。ハンドベルだ。ハンドベル、ハンドベル、ハンドベル。それだはい、ということでテニスしたよっていう
情報です。900日ありがとうございます。うるさいのよ、すいません。はい、でも 1年生も2年生もテニスやってるから、打てることは打てるよ。別にもっとテニスうまいの。いや、下手でもないけど、別にうまくもないけど、あのレベルで言ったら中の下ぐらい。最高、ありがとうございます。あのね、ハンドベルはね、幼稚園の頃にね、先生たちがなんかやってた。全力で振ってそう、うん、一回ネット越すかと思ったもん。ネット越すかと思ったけど、ギリ越さなかった。そのランク付け好きなのよ。体育でテニスなんかあるんだね。そう、須田さんの出た学校のハンドベルが有名です。へー、ネットは越さないとダメなんじゃない。あのね、テニスネットじゃなくてテニスコートの仕切ってあるネット越しそうだった。勢いくつすぎて。そうそう、ホームランやん。そう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 、全力で打ちすぎた。チュロスありがとうございます。それを越すとホームランって言います。ホームランって野球じゃない。ニキビ痛そうって、それは触れないで。それは怒らないでください。例えだよ。あ、はにゃ。ありがとうございます。チュロスありがとうございます。野球のホームランみたいにボールを吹っ飛ばすから。ほーほーほー、そういうことね。オッケーオッケー、はいチーズ、ありがとうございます。ハニャでごまかす。窓の音なんかね、永遠にある。永遠にある。困った時のハイチーズ。ねね、モータンボールに間違えられたことない。ないね。そう、女子はチーズ好きだよね。はい、チーズにかけて。そう、何したの。テニスは今日はまだ打つだけ。3チームぐらいに、クラスで3チームぐらいに分かれて、モーの学校は3個ネットがあるんですよ、あのテニスの。だから3チームに分かれて 1コートずつ使って、でみんなで、あのボールを誰かが投げて打つんですけど、みんな列に並んで。そうで、もう一回ボール投げる役やったの。そう、ボール投げる役やったんですけど、こうやって投げるじゃん、でも投げれなさすぎて。そう、本当になんか全然投げれなくて、でこうやって投げようとすると本当にあのびっくりするほど勢いを飛んでっちゃうし、もうちょっとふわーんってしようとすると、そう、上に飛んでっちゃうし、全然ね、多分ね、そう、ずっと ずっとね、投げながら言ってた、ごめんねやりにくくてって。そう、ずっと言ってた、もう終了って。おー、よかった、声聞けてますか。チュロスありがとうございます。そう、しかもちょっと見てほしい、モモの避け方。モモがこうやってボールをカゴ持って、カゴ持ってずっとこうやってボールをね、みんなに投げてるんですよ、こうやって。でもみんなこっちに打ってくるじゃん、モモいるじゃん、怖いじゃん。でもずっと避けながらやってた、はーいはいはーいはーいはいはーいって。一回一回しゃがんでてめっちゃ疲れた。そう、
一回一回寝よけてたの。はい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 しゃがんだりよけたりしてました。そう、なんかお友達があの肩に当たってたんですよお友達が肩にちょっと当たってて、あ、絶対当たったら痛いじゃんと思って。そう、絶対ね絶対向いてないボール投げる役に。そう、でテニスの打ち方はこうやって打った。こうやってはい、あーでバック上げようってこうやってあ、今日の服はこんな感じでね。ピンクですね。かわいい。軟式、あ、そう、軟式軟式、柔らかいやつ。硬式？軟式テニスです。そう、ボールの柔らかい方です。授業だから柔らかい方。はい、ありがとうございます。そうそうそう。うん、軟式ボールだとなんかボールが跳ねるんですよ。だからテニス部の子たちがなんかみんなこれがボールだとするんで、ボールを床にあるボールをタンタンって2回ぐらい叩いて、ボールを浮き上がらせてタンタンポンってそのままラケットで取ってたの。ラケットで 1,2 って打って地面に落ちてるやつだよ。地面に落ちてるボールをポンポンって跳ね返してポッて取ってたの、ラケットで。それがかっこよすぎてやってみたんだけど永遠にできなかった。できないなできないなってずっと叩いてたそしたらお友達に何してんのって言われた全然できなかったポップコーンありがとうございます。永遠にできなかった。ずっとやってたんだよ、タタ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 タって。誰よりもね叩いてたんだけど全然できなかった。1ミリもね浮かなかった。タタ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 ンって草でやんすって、草生やさないでやんすそうですねポップコーンありがとうございます。地面叩いてるだけじゃそんなことないと思うけどポップコーンありがとうございますでも楽しかったです。これからは体育の授業じゃない、これからはテニスの授業が続きますで、普通に取れてすいませんもっと自分の頭を叩いてたんじゃ。ちゃわモータンも頭いいメンバーって聞かれたらリカちゃん、リカちゃん、ピヨスさん、ピヨスさん頭いいよね。うんだね。そう、草どころか森なんだよ女の時間にやってまいりました。よろしくお願いします。今から夜の女として接していきたいと思います。それではじゃん持たないオープニングトークで30分経過森それな、それ面白すぎて森
ということで今日は久しぶりにモーターマジックイエーイということでまずちょっと準備しまーす。それでは第1個目のマジック、レディース&ジェントルメン、イエス、イリュージョンマジック、モーターマジック開幕、イエーイ。イエーイ。レディース&ジェントルメン、誰ってサイズ合ってなくて森だっていいのマジです。あ、これ調節できるじゃん。落ちてきたやんで閉めまーす。いや、正体がバレてしまう。チキチキ閉めすぎた。ということで、オッケー。それでは。意外と馴染んでる。本当？スクショタイム。うん。はい、チーズ。はい、チーズ。それでは、やっていきたいと思います。笑顔にすると細い目めっちゃ馴染むよ。どう？それではいきたいと思います。マジック、まずここに似合ってた草だって森だよじゃん、一台のスマホがあります。こんな感じですね。何の仕掛けもないスマホがございます。まあ、ここにね、普通のね携帯だからね、ここにボタンもありますね、ちゃんと。はい、シュッシュッ、ちゃんとね、ほらありますね。ほら、充電するとこもちゃんとあります。ここもちゃんとあります。はい、ということで軽そう、う重いちゃんとほらほらほら、うん、そう、ほら充電するところもちゃんとあるやつです。それではいきたいと思います。このスマホを今からイリュージョン平野桃奈は食べちゃいたいと思います。それではいきます。ほん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 デレレレ、わお、スクショタイムどう、わお、レッツなんない、レッツイリュージョンでですね、こっからモーのシュッっていうマジックを、はい、チーズありがとうございます。シュッっていうマジックをかけるとシュッって多分ねスマホを元通りにして洗剤を洗剤をはい、チーズありがとうございます。このスマホ今からももが元通りにして洗剤をモリモリパワー注入、モリモリ、はい、モリモリ、モリモリ、はい、モリモリ、それではいきます。戻ります、せーの、どうですか。どうですか。最高、ありがとうございます。どうですか。
折り目が見えてます。ん？折り目？ん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 ？ ん？ じゃあもう一回やりますよ。もう一回行きたいと思います。それでは行きたいと思います。もう一度お腹が空いたので食べます。スマホ、ほん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 。ちょっと待って、もう一回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 行きます。いただきます。ほん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 。うんうん、戻します。もり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 いきます。はい、最初より下手ですはい、ということでこんな感じでした。どうですか？最高、ありがとうございます。最初のがクオリティ高かったですごめん、調子乗って2回やっちゃった。チラッチラチラチラ、スマホが浮き上がった。ということでネタバラします。せーの、パキーせーの、パ。せーの、パキーパキ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 。そしてモンは横から見るとこうやって食べながらこうやって折っていただけです。それでモイモイの瞬間にこれをパッて離してこうやってやっただけです。どうですか？知ってた知ってた。とりあえずマスク外していい？ちょっとあ、スクショタイムだけしとこうか、うん、イリュージョンポーズ、はい、イリュージョンポーズ、はい、スクショ、うん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 、オッケー。リップ取れちゃった、リップ取れちゃった。だってこっちについてるもんそりゃそうですよね。ちょっと待ってね、あのね、10分待ってて。もしかしたらさ、マスクの方が似合ってた説。説はないですか？すっぴんだって確かにそうっちゃそうですね。顔がシンプルになっちゃった。え、こっちの方がいい？そんなこと言わないで。早くマスク外して。もう外してます。はい、はい、ということで1個目のマジック終了。イエーイ。もう丸顔マスク取っていいやるって。失礼ね、してないわ。ということで続いてのマジックいきたいと思います。あ、今のマスクどうでしたか？間違えた。今のマジックどうでしたか？どうだった、どうだった？上手だった？低いです。え？どんどん首伸びてっちゃう。え？最高！ありがとうございます。マスク良かった。え？マスク面白かったです。マスク良かったです。マスク！もうマジックは30点。え？もうテスト、うん、ちょっと口滑りそうだったということで続いてはですね、こちらの道具がいりますね。 It's
イリュージョンモモナン。ちょうどいいじゃん、なんかイリュージョンっぽくない？イエス、イリュージョンモモナン。これは生誕祭のブースにあった風船なんですけど、あの風船はかさばるからね、あの普通ね持ってかないメンバーとかあんまり持ってかないと思うんですけど、持って帰らないと思うんですけど、もうはね1ミリ単位ともあの残したくなかったので、あの風船まで持って帰ってきました、生誕祭のブースの風船持ってるからなんか謎に袋大きいの風船しかも4個持って帰ってきました。これとペッパのレハーの方が用意してくれた、こちらのこっちもあります全部持ち帰ってきました、それだけですはい、ということで、いやいや楽しかった思い出はねちゃんとね全部持ち帰ります。車によく入ったのって結構パンパンだったもうの顔もパンパン、なんかごめんそれでは次、風船をまず膨らましたいと思います。風船は伸ばすと膨らみやすくなる、知ってますうるさいな少し小顔加工してない、知ってないわ、知ってますねって知ってたらさもうちょっと丸顔になってもいいんだと思うんだけどあれから1ヶ月と早いね、確かに。あのモモシです、車検さん、 SK ホテルとチームエースの15歳の平野モナです、来てくれてありがとうございます。それでは行きます。最近膨らませるようになった。カービィ？確かに色は似てる。どっちがモータン？ん？どっちだろう。こっちに決まっとるやん。なんなら顔でも描いてみちゃう？いない。はい。ということで、鼻口の絵を描いたらモータン、その言葉と描きたくなっちゃうね。ということで、これをですね今からもう風船割ります。ですが完全一致だってうるさいわ。はい、マチパリー、学校でお名前かけって言われたので平野モモナ。これがですね皆さん見といた方がいいですよ、これが家庭科部の裁縫セットです。どうも、これが家庭科部の裁縫セット、ガチなやつです。中身はこんな感じです、こんな感じ、可愛くなるように中に布を引いてますあと20センチもの差し、ということでこの針で待ち針で今からここ、この風船を割ります。ですが名探偵桃さんの力で、間違えた、
イリュージョンモモナの力で風船を割らなくしてみせます。それではいきます。通っちゃった。いきますよ。もう一回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 いきますよ。ここでもいける。こっちは、うわーちょっとちょっとやだ。ちょっと待ってね。ちょっと待って、もう一回やりますね。なんかさせてもらう。え、本当にね、セロハンテープ貼ってないよ。ほら、ほら、もうどっから引いてもいいよ。ほら、ほら、何の風船でもいけるんですよ。ほら、セロハンテープなんて貼ってません。イリュージョンやどこで？イリュージョンはちょっと待って、もう一回やる。また膨らますのか。クマさんの飴ありがとうございます。肺活量なさすぎやろだって。やべやべ。黄色くなったので。あれだ。それでは。いけまーす。はに？なんか長くない？
スジャズ。ハチズ、ありがとうございます。公園1個分ぐらい疲れた。さっきの風船しかしどこ行ったんだ。それではもう一回チャンスをください。それでは行きまーす。レッツイリュージョン。どうですか、モモのイリュージョン。どう、なんで成功させるのって。え、なんか成功して怒られた、ごめんね。横に刺してここ、え、違うの。もう大丈夫、すみません。はい、ということでレッツイリュージョンでした。これはなんで割れないかっていうと、ここのね、ちょっと濃くなってるところがあるじゃん、ここの、ここのところに刺してもな、風船が一番多分分厚いのかな。メリーゴーランド、ありがとうございます。ここに刺してもね、割れないの。ここの分厚いところに刺しても割れない。まあ、ここに刺すと割れるよね。結構手痛かった、ごめん、知ってた。あれ。もしかしてみんな知ってた、知っててさ、今のさ、なんもう10分ぐらい経った、今のさ10分ぐらいずっと風船付き合う、風船の膨らませ付き合ってくれたの、ありがとう。ということで上の部分を刺したら風船が割れない、レッツモータンイリュージョンでした。イエーイ。はい、だでさっきモモがショールーム、始まる前にマジックのね練習してたんですけど、そうで、パパがその時ねご飯食べてたので、モモがマジックの練習してたんですけど、モモがそう、なんかうまくいかないなーって言ってて、こうやってずっと練習してたの、こうやってこうやってなんかうまくいかないなーって言ったら、パパが急に「いいじゃん、分かりやすくて」って「あ待って待って待って」って、マジックって分からなくするのもマジックじゃないかと思って、あれ分かりやすいってどういうことと思って、もう突っ込んじゃって、いや分かりやすくじゃマジックじゃないからって。ラッチありがとうございます。レイモの詩ありがとうございます。分かりやすくじゃマジックじゃないかなと思ってました。それだけです。ということでそろそろお歌を歌いたいと思います。もう今日本当は8時半までの予定だったんですけど、9時までやっちゃいます。もしかしてみんな9時だと思った？はいはい。めっちゃなんか普通のコメントになっちゃった。はい、うん、はい、思ってました。急にシンプルなコメントになるじゃん。はい、いつも通りですね。はい、ですよね。初めからその気でした。はにゃ、ありがとうございます。肺活量使ったから歌声出るかも、声出るかもしれません。それでは歌います。ポッポくん、ありがとうございます。
度は聞いてください。平野桃奈で呼び捨てファンタジー。たくさん時間があるのでたくさんお歌を歌えるというとってもハッピーな時間です。ちなみに言いました、今テスト期間。最高ありがとうございます。ハイチーズありがとうございます。最高ありがとうございます。めっちゃ時間あって、待って待って、30分あったら何曲歌える。あと4曲5曲歌えるよ。はい、歌おう。いつから？え、おとついぐらいから。いつ勉強してますか？夜。寝る、ブログ、まず大富豪からか。そうそうそう。大富豪、メール、ブログ、テスト期間、テスト週間か。期間ではない。テスト週間です。だからあと、まだ1週間ぐらいあるから大丈夫なんですけど。そいつも、ね、大福やって、メールやって、ブログも書いて、それで、あれです。勉強。夜に勉強してます。
夜勉強してで寝る前にメールの配信見て寝ます。それではもう一回また歌いまーす。はい、次は何にしようかな。何がいいですか。勉強出てくるまで長かったな。何が大丈夫なの。え、だってもうちゃんとね分かってるよ。あのなんか丸こう AB なんとかの求め方、数学ね。最高、ありがとうございます。ねえ、さんコココココン、何系かな。コワン、ありがとうございます。ビンゴ、ビンゴ、いいよ。僕だけのワリオ、まあどっちもいいね。じゃあビンゴから歌うね。なんて歌って、まだ時間はいっぱいあるから、いっぱいあるから、いっぱいあるから。聞いてください、平野ノワでビンゴ、ビンゴ。紹介された瞬間、稲妻に打たれた。
ドヤ顔しすぎちゃった人。ありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。ミラーボール、ミラーボールオープン、ありがとうございます。最高、ありがとうございます。センチメンタルトレイン、わかった。あ、お歌といえば、そう、音楽のテスト、音楽のテスト終わったんですけど、そう、あの緊張しすぎて普段ね、劇場とかの人数よりも全然少ないんですけど、あの本当に緊張しすぎて、あのなんか緊張しすぎて声が震えて、なんか勝手にビブラートみたいになっちゃったなんか鮮やかな記憶がってところがあるんですけど、緊張しすぎて鮮やかな記憶がってみたいな、なんかおかしくなっちゃった、鮮やかな記憶がってそう、それは分かった、よくないの全然。なんか緊張しすぎてね、なんか伸ばすところがね、伸ばせなかったんですよ君の笑顔今でも忘れない、でここまで伸ばすんですけど、テスト当日緊張しすぎて今でも忘れない伸ばさずに終わっちゃったそう、しかもなんか みんなあの公開テストだからみんな見てんの、クラスの子、そうだからとお友達と目が合って切っちゃった瞬間、そう忘れない、あで目が合ってお友達めっちゃ笑ってんのそうなんで切った、なんか緊張しすぎて伸びなかったの、声が出なかった、どんな歌、あの日見た夕日、あの日見た花火、いつでも君がいたね、当たり前が幸せと知った、自転車を漕いで君と行った海、鮮やかな記憶、長い長い長い、え、でもあの そこは変だったんですけど、そうそう、そこは変だったんですけど、あのお友達とかみんなに、あのもーちゃんってこんな綺麗な声してたのって言われた、うん、嬉しいそう、こんな綺麗な声してたのめっちゃ上手だってよって言われたよ嬉しかったです。ということで、尺取ると歌えないよですよね、ごめんなさい話したいことがありすぎて、嬉しかったです。群青っていう曲です、夜遊びさんの方の群青じゃなくて、漢字的には一緒なんですけど、群青っていう曲を歌いました。それでは今から歌う曲は群青じゃなくてセンチメンタルトレイン。初めての
5曲歌えそうとか言ってたのにさ、3曲しか歌えなかった急いであと1曲いきます。さっき僕らのバリュー、僕だけのバリュー歌ってほしいって言ってたよね。歌いますね。ポポ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 ポアヒフヘオアヒフヘオアカスアヒフヘオ赤サタナハハハあーわーまでいっちゃったハハ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 
がいいっていいね。嬉しい。昨日めっちゃ見れたのでしょ。あれ？あれ？どうもありがとうございます。最高！ありがとうございます。チェロさんありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。最高ありがとうございます。レインボーの詩ありがとうございます。テありがとうございます。おっぱいありがとうございます。タオが立ってる。これタオじゃないっけ？タオない。ピーポッポピーポッポピーポピーポピーピーポッポピー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 ピーポッポピーポッポピーっていう、あの遊園地とかにあるあの乗り物の上にラッちゃんがピーポッポピーポッポピーポピーポピーピーポッポピー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 ってあのなんか動く音楽が鳴る車みたいなやつに長いに、あのらっちゃんが乗ってるタワーの須田さんのおばたのくだありがとうございます。だよね、すごい、ありがとうございます。嬉しいです。うれピーマン、うれピーダンス、うれピうれピうれうれピース、ありがとうございます。久しぶりです。ありがとうございます。嬉しいです。それではランキングを読みたいと思います。ネイマルが長いねんだって。すいません、すいません。やん、2、3円いきます。13位の可愛い女の子のおばたの方ありがとうございます。巻いて巻き巻き巻き。12位てんてんのひーちゃんのおばたの方ありがとうございます。11位の生まれたのおばたの方ありがとうございます。10位の生まれたのおばたの方ありがとうございます。9位のひらのおなちゃんのおばたの方ありがとうございます。8位の髪の毛が緑のあなたの方ありがとうございます。ラッキーセブンのリンゴのおばたの方ありがとうございます。ロッキーてんてんのおひいちゃんのおばたの方ありがとうございます。5位のまるたのおばたの方ありがとうございます。4位の平野おなちゃんのおばたの方ありがとうございます。素敵なアイドルさん、また来ます。もうなんかとありがとう、また待ってます。3位のポンポコポン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 のギター弾いてるおばたの方、これギターじゃない、ギター弾いてるおばたの方ありがとうございます。2位のトップ10のおばたの方ありがとうございます。風船割る企画楽しかったです。あれ一応マジックなんだけど。それではいきまーす。ピンポンパンポーン、ジャ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 ン。今日の1位の須田さんのおばたの方ありがとうございます。ありがとうございます。ここのタワーもありがとうございます。明日の公演よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。せーの、 LOVE ハンスレになっちゃったの須田さんのおばたの方ありがとうございます。それでは行きます。忘れてた。はい、お人形さんがいっぱい並びましたとさ。ということで
星もギフトもありがとうございます。ココナタワーもありがとうございます。イベント用のギフトのチロスとかね、ポップコーンとか、あの遊園地類とかたくさんありがとうございます。今日の大富豪は21時5分から21時半までやりたいと思います。ももは大富豪です。ぜひ対戦よろしくお願いします。そして11月27日28日の特会はまだまだ申し込み中です。27日が12月のカンガルーの衣装を着ます。28日が制服コーデします。ぜひまだノータンの恋愛行く予定ないよとか、もうちょっと会話したいよって方はぜひ待ってます。ハッシュタグももたんお遠く会へ、ぜひ待ってます。ももたんの恋愛来てください。待ってます、待ってます。ちなみに大富豪の方はハッシュタグ大と Q さんです。よろしくお願いします。ということで8168人の方見てくれてありがとうございました。両方行くでーだって、待っとるでー、ありがとうございます。それでは認認したいと思います。今日も見てくれ、あ、マスクが落ちてる。明日の公演行きます。そう、明日は公演です。ぜひ見に来てください。配信で見る方は見てください。よろしくお願いします。それではリリンします。左手出して右手出して、せーの、リリン、ありがとうございました。バイバーイ。風船はどこ行った、知らない、わからない、バイバイ。ありがとうございました。大富豪もよろしくお願いします。今日も見てくれて本当にありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。